演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら業務スーパーのワッフル2種類を食べたいと思います。こっちがストローブワッフルという名称で、こちらはバターワッフルという名称ですね。どちらも多分サクサク系、あるいはしっとり系、どんな感じなんだろう。サクサクしっとりですね。まずはこちらのストローブワッフルの方から食べてみたいと思います。ちょっと固めですね。触った感じが。では、おっと。わ、中からなんか伸びてるし。これは美味しそうだ。では、いただきます。しっとりの中にも深みがある味ですね、これ。シロップは何なんでしょう。薄めなんですけど、ちょっぴりサクッとした香ばしさのあるワッフルの中には甘めのシロップが入っていましたね。あのシロップは何味なのか分かりません。少なくとも蜂蜜やメープルとはちょっと違った気がしますね。ほら、口の中で程よくとろーりととろけてとっても美味しかったです。ただ温めると、正解はオーブントースターで焼くと、それがとろけてもっと美味しくなるということなんですが、ここにオーブンがないんですよね。また機会があれば試してみたいと思います。では続きましてはこちらのバターワッフル。なんかこっち動画でもよく見るんですよね。こっちはどんな風なんだろう。ちょっと手間に、すみません、ちょっと手間ずってます。こっちはこんな感じなんですね。なんかワッフルというかおせんべいみたいな気もしますけど、薄いですね。わ、今落としたの聞こえました。ではいただきます。ベルギーチョコ輸入のお菓子で、ベルギー産の濃厚なバターの風味が口の中でサクサクといった軽い音とともに広がって、とっても美味しかったんですが、自分の思っているワッフルとはちょっと違ったかな。どちらかというとクッキーやおせんべいの方に近いのかなと思ってしまったので、ワッフルとしてはちょっと下がるということで、こちらの提出させていただきました。サクサクはいいんですけどね。それにしてもベルギーってバターも美味しいんですね。自分の中ではベルギーってチョコレートのイメージがあるんですけど、やっとしてベルギーってそれ以上にお菓子タイプなのかな。で、最初に食べたこちらのストローブワッフル、こちらは中に先ほども説明したように本当にシロップが美味しくなかったので、こちらの点数とさせていただきます。どちらのワッフルもとっても美味しかったですよ。ベルギーでは他にも美味しそうなお菓子がいっぱいありそうですね。紅茶やコーヒーにとってもよく合いそうですので、ぜひ食べてみてください。それでは、立春に少女見るかな風吹くので、一体何の風が吹くのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。